のほほんとしていられない事件もありました。落合と牛島らの電撃トレード。そんなわけで87年2月、解説者たちは中日のキャンプ地に大集合。就任1年目の星野監督は一躍時の人となったんです。解説者たちは新生中日の戦力を探ります。果たして落合加入で中日は優勝できるのか。まあ打撃はね、本当ね、一人によってこんなにこう打撃って変わるのかなというぐらい、こう、まあ、宇野が良くなり、ゲイリー、川端、中尾とね、はい。